泉市、コミュニティバス、めぐるめぐるは、大阪府泉市内を走るコミュニティバスである。泉市からの委託により、南海バスが運行している。なお、泉市が運行している、路線維持運行バスと、2020年3月29日まで運行していた施設巡回バスについても当記事で記述する。泉市は、 公共交通が不便な地域におけるバス路線充実のためと公共福祉サービスの一環として2001年12月よりめぐるの愛称でコミュニティバスの運行を始めた公共施設をできるだけ利用しやすくすることを目的としており市の予算で運行される路線維持運行バスは2005年7月に南海バスが撤退した地域で 同年同月より朝夕に運行されている。また、観光などにも利用できる、施設巡回バスが2ルート開設されていたが、2020年3月29日を、もって、運行を終了した。なお、地域南部の横山地区では、地域バス、オレンジバスも運行されている。2016年度時点で、めぐるは、年間約9.4万人、路線維持運行バスは、 年間約1.7万人の人々が利用している。半和線沿線ルート泉府中駅から北篠田駅の山手を通る。小田、脇ルート泉府中駅の南側を巡回する。3層、泉中央ルート、仙北高速鉄道線より浜手かつ国道480号より、北の民間路線バスが通らないエリアを巡回する。泉中央。 光明池ルート、仙北高速鉄道線からやや山手の民間路線バスが通らないエリアを経由し運行する。黒鳥ルート南海バス黒鳥線の廃止により新設。昼間は、めぐるの半和線沿線ルートが経由する。浦田ルート南海バスの牧尾山への系統が廃止され、浦田を経由する便がなくなったため新設。南海バス時代は、 白前橋から川中停留所に向かっていた。昼間は、めぐるの泉中央、光明池ルートが経由する。父木、ルート南海バス父木線のうち、朝夕の便を置き換えた。昼間は運行補助により、南海バスが継続して運行している。全員停留所を記載する。北部ルート南部ルート、ありがとうございます。